吾見聞伝の森慎吾です。ナビゲーターの南出邦博です。はい、今回は FC 大阪フォワードの後藤純也選手にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速ですけど、後藤選手、自己紹介、まあ、名前はね、言っていただいて、慎吾さんが言っていただいたんで、はい、出身地と年齢とサッカー歴を、はい、よろしくお願いします。はい、出身は神奈川県で、年齢は今年25になりました。はい、今年25になりました。もうなったんですね。はい、もうなりました。でサッカー歴が小学校4年生ぐらいからやってるんで、はい、15年目ぐらいです。15年。はい、まあ、ではサッカー始めたきっかけ、親的には野球をやらせたかったと思うんですけど、はい、野球の道具は家にいっぱいあったんですけど、はい、サッカーの道具っていうのはあんまなくて、で友達と放課後とか小学校の放課後にサッカーやる機会が多くなってきて、はい、で周りの子も仲いい子がずっとサッカーやってて、そっからですかね、高学年、小学校本当4年生ぐらいの時に友達がみんなサッカーやってたんで、みんなが入ってるチームに練習参加して、で楽しくてやり始めたっていうのがきっかけです。15年前って言ったらもうデビューはできてたかな。できてますね。はい、じゃあもうサッカーもそれなりに認知されてるから。そうですね。そうです。15、J リーグ何年前で来たんですかね。もっと前ちゃいます。とかじゃないですか。うん、95、96年とか。30年近く前。もう30年か。なるほど。さあ次の質問です。FC 大阪へ加入したのはいつですか。今年の1月に来ました。ちょっとまだ1年経ってない。そうですね。今シーズンのスタートからですね。はい、それは他のチームから移籍してきて。そうです。同じリーグの東京武蔵野。今ユナイテッドって名前になっちゃったんですけど、はい、去年まではそのチームで、今年から FC 大阪に、うん、じゃあ関東から FC 大阪に移籍で、うん、大阪に家も変わったんですね。そうです、うん、そう、初川から変えませんね。そうですね、家も違いますね。え、それってこの同じリーグ内でこう移籍じゃないですか、はい、それはない、こう話が来るわけですか、それとも自分が行きたいっていう。一応話をもらいました。なるほど、はい、まあ、会社で言ったらヘッドハンティング。ヘッドハンティングですね。はい、さあ FC 大阪ってどんなチームですか。すごいみんな明るいイメージが最初入った時はありました。やっぱ東京のチームに比べて、うん、結構フランクに接してくれる方が多かったり、うん、みんな喋ってくれたり、そういう面で馴染むのにはだいぶ時間かかんなかったので、すごい明るいチームだなっていうのは。なるほど。やっぱそうやって大阪のチームならではなんですが、大阪、この FC 大阪さんはやっぱ大阪の選手が多いんですか。はい、関西出身の方が多い。まあ、FC 大阪さん自身のそのチームの作り方っていうのがやっぱこう明るい感じです。そうですね、はい、練習見ててもなんか楽しそうにやってますもんね、うん、じゃあ次の質問いきます。はい、中野より選手はいらっしゃいますか。また休みの日には何をしてる。中野より選手は一番仲いいのはボリクト選手なんですけど、はいはい、あとはでももう本当同期、うん、同い年が多いんで、はい、休みの日に一緒にランチしたりとか。休みの日にランチ、女子みたいな。遊びに行くことはないんですか、あんまり。うん、遊びに行く、まあ家遊び行ったりとか、まあリクトは猫飼ってるんで、はい、その猫に会いに行ったりとか。女子やね。ちょいちょいさ。可愛いね、なんか。遊び方がランチと猫と。そうですね。あんま外出ないっす。ああ、そうだ。ちょっとゆっくりしたいっていうのはあって。ああ、はい、まあ、それも仕事の一部ですね。そうそうそう。じゃあ次の質問いきます。サッカー選手としてやっていこう。俺はサッカーしかないんだと決心したのはいつですか。また迷うとかなかったですか。ずっともう高校時代からサッカーやってきて、サッカー選手としてやっていきたいっていうのはあったんで、高校時代ですかね。やっていきたいと思うのと、やれるっていうのとまた違うじゃないですか。なんか高校時代に一回全国大会出させてもらって、そこでなかなか活躍できなくて、もっと上行って、そこから這い上がって頑張ってやるっていうのがあって、多分そこからもうサッカーで頑張るしかないっていうのがあって、すごい頑張れるっていうのがなんか、なるほど。俺はもっとできるんだ。もう自分より上手い選手がたくさんいるから、なるほど、さらに追いつきたい。あ、はい、でもその気持ちすごいですよね、うん、それはずっとやっぱり持っとかないと、上には絶対いけないだろうし、うん、ね、上には上がいるからね。そう、さあもしサッカー選手以外の職業に就くならやってみたい仕事とかありますか。いじるとかはそういうのはできないですけど、はい、車が好きで、はい、まあ、
多分サッカー選手以外でやるのって整備士とか、うん、そういうのチャレンジしたいなと思います、はい、自分の親戚とかも関西空港で働いてたりとかで、もう飛行機の整備士とか飛行機の整備士なかなかなれない、うん、で、まあ、そういう影響もあって多分整備士とかはちょっとやってみたいなっていうのもあります、うんまあまあ、今のはねあのもしもの話がね、もしサッカーやってなかったらの話ですから、うんはいはい、さあサッカー選手として日頃から気をつけていること気をつけていること睡眠をとるおおです、はい、でも若いから、うん、もういろんなことがまだ興味ある年代だと思うからね同年代だったら夜遅くまで遊んでる子たちもねおるだろうしそんな中でねお体調考えてちゃんと続いて寝るそうですね自分は偉いね偉いです、うん、さあ質問です今後の目標を教えてください、はい、まずチームが J リーグに上がるということは大前提として、まあ、自分もその上がるのにチームに貢献していくというのは今後の目標でもありますどんな活躍したいですか、うん、まだリーグ戦で点が取れてないので自分自身が、まあ、残り10試合ですけど、まあ、そこで点が取れるようにそうか、はい、フォワードって基本点取るとこそうですねですよねアシストはね、何個か決めてるもんねアシストははい、あるんですけど、うん、まだゴールがないなるほど、はい、それ最後、ゴッツァンゴールでもいいわけねそうですね、もうドロップサークル何でもいいんですけど点を、点をくれと、はい、というわけで、今回は後藤純也選手にお話を伺いました後藤選手、ありがとうございましたありがとうございますありがとうございますありがとうございましたより早く、より美しく、チャレンジャー募集中。YS エンジニアリング